アドバイザー藤本の格論。こんにちは、文章アドバイザーの藤本健一です。この、藤本の格論ではですね、私、藤本健一が気になっている記事であるとか、また勉強の仕方、文章の書き方等をざっくばらんにお伝えしていこうという番組でございます。ぜひお気軽にですね、忙しい方はラジオみたいに聞き流していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、新聞記事のご紹介です。日経新聞6月14日付にですね、こういう記事が出ました。それは何かというと、日本の管理職って短命みたいな、そういう記事なんですね。これすごく面白かったんです。何かと言いますと、東大などが行った調査でですね、日本の管理職、あとは管理職専門職の人、専門職っていうのは弁護士であるとか、また公認会計士とか、ある意味私みたいな、自分で講師業やってるとかも入るんですけれども、そういった人、あとはサービス業や一般窓口で働いている、事務や サービス業をやっている人、あとは肉体労働をやっている人、この3つでですね、日本人の、例えば死亡率、また海外との死亡率比較を行ったというデータなんですよね。でこれ見るとですね、ヨーロッパだと割と肉体労働をやっている人の方が死亡率高いんですよね。確かに危険な仕事だと思う。でも日本は逆なんですね。日本実はですね、肉体労働をやっている人、事務サービスをやっている人よりも管理職や専門職の人の方が死亡率が高いんですよね。健康格差があるという、それがすごく面白いところだなというところですよね。これ何かと言いますと、日本は90年代以降ですね、管理職と専門職がこの、事務サービス系や肉体労働をやっている人よりも、死亡率が高くなっているというところなんですよね。これ他の国、デンマークとかスイスとか、そういった国とかだと肉体労働の方が、死亡率が高い。これ何かというと、日本の場合割とストレスが大きいんじゃないかっていう指摘なんですよね。でただでさえ、例えばプレイングマネージャーという形が多いです。プレイングマネージャーって何かと言いますと、自分も業務をやるし、部下の管理責任も負うという形ですね。これやってみたら分かるんですけど、本当大変ですよね。自分も結果出さないと怒られる上に、部下の業績も悪いと怒られる、要は中間管理職の悲哀みたいなところがあるわけですよね。でそれだけじゃなくて、日本の場合、これからですね、一部の専門職、例えば弁護士であるとか、通訳の人とか、そういう高度な能力が高い人、 IT の人材とかを高度プロフェッショナル制度によって、残業時間の規定がなくなるみたいなこともあります。っていうところでですね、今日本で管理職や専門職の人、割と自分の健康を考えないとやばいよっていうことなんですよね。以前何かの講演会で聞いたんですけれども、年収3000万円以上、1000万円以上の人が、何に価値を置いているかというところのランキングの1位がですね、健康を重視しているっていうところなんですよね。で、普通の人は健康維持なんかそんなにあんま力を入れないと思うんですよ。ほとんどの人はお金、健康維持とかを考えずに、とりあえずなんかお金を貯めなきゃいけないと考える。でもお金が貯まっている人ってどうするかというと、その集まったお金を使って自分の健康維持にお金を回したり、自己投資として自分の健康維持、また勉強のためにお金を使うということを重視しているんですよね。これが何かと言いますと、要は企業で勤務していて、管理職の立場にある、あるいは専門職としてバリバリ仕事をしている人にあればあるほど、日本だと健康管理気をつけないとやばいよってことなんですよね。これ本当に大事なことだと思います。仕事だけが人生じゃないって言うんですけれども、仕事で自分の生活や人生がズタズタになったら、やっぱりそれは良くないことだと思うんですよね。で私も自分で学校教員っていう割と手堅い仕事を辞めて、自分で塾をやって、講師業をやっているわけなんですけれども、なおさらですね、本当健康維持って大事だなっていうふうに思っています。なんでかというと、健康崩しちゃうと、一気に仕事ができなくなるわけですよね。ちょっとここで辛い話をします。日本の場合ですね、管理職と専門職の主な死因、これ実は2つあります。1つが癌、もう1つが自殺なんですよね。私も経営をやるようになりまして、本当に資金繰りとか結構辛い時もありました。そういう場合ちらついてくるのがですね、生命保険ですね。で実はですね、生命保険って、何年間か規定の年数を入ってきちんと未納がなければですね、自殺でもお金降りたりするんですよね。だから例えば中小企業の経営者の人が、自殺をする場合、なんで自殺をするかというと、その生命保険料で、自分の家族を養うことができたり、あるいは社員に給料払えたり、取引先に借金を返済できたりとか、そういったことを考えるようです。
これちょっとした笑い話じゃないんですけれども、まあ、例えばある方がですね、まあ、経営していた会社がもう倒産の危機にあると。で、仕方がないから例えば、まあ、自殺しようと思って、まあ、東尋坊の方ですか、まあ、タクシーで向かったって話があるそうです。で、ですね、その時に生命保険の会社に電話したんですよね。まあ、ちょっと冗談みたいな口調で言ったんですって。ねえ、俺自殺したら今いくら降りんのみたいな。はい、東尋坊っていう自殺の名所に向かう途中のタクシーの中ですね。生命保険の、保険会社の人はこういうふうに答えたそうですよね。あ、なんとかさんの場合ですね、去年に6月未納がありましたんで、今死んでもいくらも出ないんで、まあ、そういうこと聞かない方がいいっすよ、みたいな返答だったそうなんですよ。それでその人ですね、タクシーの方向を変えて戻ってきたっていう、そういう話があるそうです。まあ、これ、まあ、怖い話なんですけれども、何かと言いますと、まあ、経営者って割と自殺を考える人が多いと。で、特に、まあ、中間管理職ストレスも多いと。まあ、そういうところで、まあ、日もさちもいかなくなってっていう人もいますし、うつ病でっていう人もいるんですけれども、まあ、自分で自分の命を、まあ、縮めてしまって本当にもったいないと思うんですよね。で、たかが仕事ですからね。はい。たかが仕事のためにそこまでやんなきゃいけないってことは、本当はないはずなんです。だからこそ、日本においてですね、まあ、責任ある仕事をしたい、まあ、要は管理職になりたいとか、あるいは専門職として独立してやっていきたいっていう場合は、自分の健康を本当に維持しないと、まあ、やばいっすよって話ですよね。で、その健康って2つあります。それが肉体的な健康と精神的な健康ですよね。で、それを支えるのは要は社会的な健康、要は家族との関係であるとか友人関係、まあ、孤独であればあるほど、まあ、死亡率が上がるというふうに言われています。そういうのもあります。だからこそ健康する習慣、運動する習慣をつけるとか、食生活に気をつける、暴飲暴食であるとか、睡眠時間、またタバコ喫煙、飲酒の習慣等を見直すなどが本当に必要になってきます。まあ、かくいう私もですね、まあ、お酒大好きですし、まあ、タバコは吸わないんですけれども、運動の習慣をもう一回つけなきゃいけないなと思っているところでございます。まあ、それがですね、このデータから明らかになるところですよね。まあ、せっかく一人も頑張って管理職になったり専門職になったりしながらも死亡率が高かったらやっぱりそれ嫌じゃないですか。だからこそ健康維持にしっかり力を入れていく、それが今後大事なんじゃないかなというのを日経新聞の記事を読んで思いました。ぜひこの内容がですね、あなたの何らかのお役に立てれば幸いです。こういった形の情報発信を、まあ、毎日できればやっていきたいなと思っておりますので、もっと見たいよという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、またプロフィール欄からメルマガ登録もできますので、ぜひお気軽にどうぞ。それではまた。